西村国務大臣。委員閣議におかれましては、政府の新型コロナウイルス感染症対策にご協力賜り、御礼申し上げます。本年1月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の4都県を対象とし、期間を1月8日から2月7日までとして緊急事態宣言を発出いたしました。その後、大阪府、京都府、兵庫県、さらに愛知県、岐阜県、福岡県、栃木県の合計7府県では感染が拡大し、医療提供体制及び公衆衛生体制が逼迫するなど、非常に厳しい状況となっております。地域の感染状況や医療提供体制を最もよく把握している知事との間で、このような状況認識を共有し、これら7府県を新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域に加えるべきと判断いたしました。このような状況を踏まえ、本日、基本的対処方針等諮問委員会を開催し、緊急事態宣言の区域変更の公示案につきまして、ご了解をいただいたところであり、これを受け、本日、夕刻、政府対策本部を開催し、緊急事態宣言の区域を変更したいと考えております。今般の変更は、1月14日から2月7日までの間、緊急事態措置を実施すべき区域に、先ほど申し上げた7府県を追加するものであります。政府としては、これまでの経験、知見や専門家の分析を踏まえ、飲食店の営業時間短縮など、感染リスクが高く、感染拡大の主な起点となっている飲食の対策と、その実効性を上げるために、飲食につながる人流の抑制をはじめとする効果的な緊急事態措置を講ずることとしております。社会機能維持のための事業継続は引き続きお願いしつつ、昼間も含めた不要不急の外出移動自粛、出勤者数の7割削減を目指したテレワークの推進など、国民の皆様のご理解と可能な限りのご協力をいただきたいと考えております。今後とも国民の皆様の命と健康を守ることを第一に、都道府県とも緊密に連携しながら、感染拡大の防止に向けた取り組みを徹底してまいります。各党の皆様におかれましても、何卒ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。以上で報告の聴取は終わりました。これより質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言になられます。はい、以上。